いっぱい溜まってきたね。これね、お客さんにこういうあの野菜とか花をね作るのが好きな人がいたらね、無料であげてます。でまた種を持ってきてもらって、これを育ててもらってね、でまたここに戻してもらうっていう感じで、いろんな人がいろんなこう種をくれるから、だんだん増えてくるね。これ育てて種取れなかったら、まあ、庭に生えてるね、何の花でもいいし何の野菜でもいいんで、代わりにね持ってきてもらうとまた違うのがねこう増えてくからね。